こんにちは、競馬研究ニュースの星野学です。今回の推奨馬はですね、福島の、日曜の11レースの、ゴールドペガサスですね。調教いつも動く馬なんですが、それにしても非常に今回の中間の動きは素晴らしく、具合がいいのが伺えます。前走は昇級初戦、阪神で、差のない競馬をしてました。今回は、参戦して3連単の、相性のいい福島コースに変わりますので、前走以上の結果を期待していいと思います。相手はカシノワルツとサングラスがいいかと思われます。日曜のメインはアルゼンチン共和国杯は、東京コースと相性のいい、名勝門松が面白いのではないかと思います。以上です。